お元気ですか？ボクシミです。今回は2023阪神タイガースベースボールカード開封動画、今度はね後編の9パックをねやっていきたいと思います。ではねやっていきますが、またねピントボケすることがあります。その時はね、ご了承ください。まずはね後編の1袋目開けたいと思います。糸原健人選手でございます。木浪聖也選手でございます。いつぼ日瀬選手でございます。渡辺裕太選手でございます。梅野龍太郎選手の北カードでございます。近本浩二選手でございます。戸井玲治選手でございます。2袋目でございます。高寺のぞむ選手でございます。青柳晃洋選手のねカードでございます。島田海二選手でございます。森下翔太選手のねカードでございます。渡辺亮選手のキラカードでございます。元日本ハムでございます。井上康太選手でございます。森木大地選手でございます。3袋目でございます。片山優也選手でございます。糸原健人選手でございます。湯浅、これは敦樹選手でございます。ケラー選手でございますのカードでございますが、こちらカード出ましたね。佐藤輝明内野手の、こちらあのね、カードが出ました。こちらがですね50分の42となっております。ではね続けていきたいと思います。西純也選手のカードでございます。大山祐介選手でございます。ちょっとごめんなさい2回目。4袋目でございます。ちょっと待ってくださいね。ではやりたいと思います。はい、再開します。岩崎嗣選手でございます。森下翔太選手でございます。ブライアン・ケラー選手でございます。ババコウスケ選手でございます。上田海選手でございます。小林圭介選手でございます。北条文也選手でございます。5袋目でございます。これジェルドン・ノイジー選手でございます。で渡辺亮選手でございます。片山優也選手でございます。村上翔輝選手でございます。佐伯ひろと選手のキラカードでございます。伊藤将司選手でございます。鈴木優斗選手でございます。6袋目でございます。
渡辺亮選手でございます。で、こちらね、阪神タイガースのマスコットでございます。ジェレミー・ビースリー選手でございます。日本アキラ選手でございます。前川右京選手の、カードでございます。トイレージ選手でございます。中野拓夢選手でございます。カードでございます。 WBC 侍ジャパン代表でもありました。7袋目でございます。ジルドン・ノイジー選手でございます。ババコウスケ選手でございます。ちょっとまたね、ピントボケが出てしまいました。失礼しました。板山雄太郎選手でございます。森下翔太選手のカードでございます。ジェルドン・ノイジー選手のね、またこれね、金カードなんですが、またね、こちら限定カードとなっております。150分の90となっております。北条文也内野手でございます。中野拓夢選手でございます。8袋目でございます。ブライアン・ケラー選手でございます。梅野龍太郎選手でございます。高濱龍斗選手でございます。元チハムでございます。佐藤輝明選手でございます。岩崎優選手でございます。上田海選手でございます。で、伊藤正志選手のねカードでございます。最後のね9袋目でございます。ノイジー選手のねカードでございます。岡留秀隆選手のです。村上頌樹選手でございます。島田海里選手でございます。佐藤輝明選手でございます。岩田正樹選手でございます。で、最後は、岡田彰布監督でございます。以上で2023阪神タイガースベースボールカード、開封動画を終わりたいと思います。で、ごめんなさい、今回は直筆サインカードは出ませんでした。昨日のね、DBM のね、あの中日ドラゴンズヒストリーの方ではね、出てますのでね、まあ今回は出ませんでした。ごめんなさい。その代わりね、あの限定カードが、4枚出ましたのでね、まあそれはそれでいいという、結果でございました。またね、お金がありましたらこういったカードをやりたいと思います。で、次はですね、BBM のですね、2023、千葉ロッテマリーンズのね、あのベースボールカード、あの、出ますのでね、もし、あの、お金がありましたらね、そちらも購入してやっていきたいと思いますので、もしその機会がありましたら、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。